はい、皆さんこんにちは、バネルビジです。では今回は SD ガンダムジェネレーションバビロニア建国戦記をプレイしていきたいと思います。 SD ガンダムジェネレーションシリーズの最後の作品になってますね。時代はですね、逆襲のシャアから始まりますので、そこからですねプレイの方を始めていきたいと思います。では早速見ていきましょう。宇宙世紀 0087 に端を発する地球圏すべてを巻き込んだ混乱は、1年戦争以来蓄積していた諸問題が噴出したものだと見ることができる。しかし連邦はそうした問題に対し何の対策も講じておらず、難民に対する救済措置もおざなりなままだった。宇宙世紀 0092 12月22日、難民収容コロニースウィートウォーターを艦隊により占領した一人の男がいた。彼の名はシャア・アズナブル。かつてジオの赤い彗星と呼ばれた男である。彼はスイートウォーターを拠点とし、ネオジオンの復活を水面下で着々と進行させていた。そんな中、内乱防止のため駐留していた連邦の部隊とネオジオンの部隊とが接触するのだったということで、ゼータ・ガンダムの最後でね、客式に乗ったシャアは、なんとかね、客式から脱出して、その後ダブルゼータガンダムの時代を経て潜伏していた中、ネオジオン軍を再編旗揚げしたということで、今回はねまずそのスイートウォーターの占領宣言の場面になります。早速ステージの方を見ていきましょうか。ステージ1に関してはおそらく自分でユニットの編成ができないと思うんですが、ユニット一覧確認します。そうですね、戦艦が1つ、あとモビルスーツが5機ですかね。戦艦はラーチャターか。なんか微妙なマイナーなというかマニアックなところを選択してきましたね。ラーカイラブとかでもいいのかなと思いましたけど、ラーチャターです。ラーチャターは逆襲のシャア撃中でラーカイラブの盾となって撃沈された艦ですね。モビルスーツの搭載数が5。なかなか優秀ですね。となるとモビルスーツはジェガンですかね。ジェガンは、汎用量産モビルスーツとしては傑作機という位置づけになっている優れたモビルスーツなんで、このジェガンが5機配備されているという状態からのスタートですね。敵の方は、マップを見る限り、なんかダブデみたいなのが一ついるぐらいかな。他は、パッと見は見当たらないですね。では、このユニットちょっと見ましょう。ダブデだ。そして、ギラ動画かな。3機入ってますね。じゃあ、これの占領、制圧を進めていきましょうか。まあ、大した敵ではないと思いますが、まあ、序盤なんで、できるだけ、占領をしっかり行ってですね、お金を稼ぎながら進めていきます。逆襲のシャアはもうそれこそ、まあ、10回、20回見てるかな。やっぱりガンダムのテレビシリーズになっているファーストガンダム、ゼータガンダムとかダブルゼータガンダムとかになってくると、何回も繰り返して見るっていうのがやっぱり難しいですよね。まあ、ただ逆襲のシャアに関しては90分ぐらいの内容になってるんで、すごく見やすいんですよね。まあ、そういうのもあって結構数は見てますね。ギラ動画も占領してきてるけど、我々も占領していきましょう。占領できるとこはできるだけ占領する。戦場になるのがどこかというのはありますが、占領できる箇所がまあ 1,2,3,4,5,6 箇所ぐらいですかね、ありましたので、これを占領しながら戦っていきましょう。まあ相手がダブデにギラ動画3機だけなので、まあ、大した敵ではない部分もあるので、まあ敵を泳がせつつ迎撃ポイントで敵を迎え撃っていくでいいかなと思います。何度かね、お話してることもあると思うんですけど、本当に楽しみにしてるのが、ユニコーンガンダム2。これね、めちゃくちゃ楽しみにしてるんですよね。まだまだね、続報ないですけど。まあ、続報という意味で言うと、先行のハサウェイが、来年の5月、2021年の5月にね、ようやく公開されるっていうのを、発表されましたね。
まあその頃にはね、まあ、コロナウイルスも収束してくれてればいいですけど、今はコロナウイルスね、まあ、いわゆる第3波って言われるような状況に、まあ残念ながらなりつつあるというのが、あの現状としてあると思うんで、まあ、そこがね、しっかり、状況改善されれば予定通り5月にね、先行のハサウェイ、公開されるんじゃないかなと思いますけどね。これはね、絶対見たいですね。まあ欲を言えば、その5月、6月、先行のハサウェイ、タイでも公開されるようなことがあれば、タイで見たいな。タイでのんびり先行のハサウェイを2回3回と見れたら最高だな。タイはですね、やっぱりまあ多少日本に比べると物価が安くて、映画もですね、あの1本300円とか400円とかで見れますね。日本だともう今1800円、1900円とかね、だいぶね、値上がりというか、あの高くなってますけど。でね、タイの映画館だと、映画の始まる前に、タイの王室に対するなんかビデオというか、なんか歌というか、まあそういうものが流れるんですけど、その時みんな、あの、起立して、その映像をちゃんと見なきゃいけないっていうのがあるんですよね。初めての時、まあちょっとびっくりしましたけどね。まあ周りに習って立って、ちょっと画面を見て、みたいな感じで終わりましたけど。まあ、そういうところがやっぱり王国性、ね、部分なのかなとは感じましたね。まあ、タイ王国ですからね、一応ね。さあ、ではここはやっぱりギラ動画でしたね。うわ、強いな、ギラ動画。モビルスーツを失う方が痛いので、ここは占領作戦を中止して、敵のギラ動画、これを迎え撃ちましょう。一番嫌なのが、モビルスーツを失うのが一番嫌なので、ここはしっかり防御して、モビルスーツをキープして、次のステージに進みましょう。モビルスーツキープさえしていれば、そのキープしたモビルスーツは、あの自分で使うこともできるし、お金に換えることもできるし、というのがあるので、まあ、しっかりここはね、まあ、残しておくというのが基地だと思います。という話としている中で、残り1807か。早速ジェガンを失いそうだな。どうだろう。防御、ギリギリ残ったね、300。これはありがたいな。では、こちらの攻撃に移っていきましょう。ギラ動画3機、漏れなく潰して、ジェガンの、ね、経験値貯めて、まあ、レベルアップするとき、クラスチェンジという、内容に、このゲームの中ではなりますけども、クラスチェンジをしっかり行ってですね、新しい、高精度なモビルスーツを、お金をかけずにゲットしていきましょう。まあ、まずはダメージを負ってる手負いのモビルスーツギラ動画から処分していきます。これジェガンのビームサーベル攻撃ですね。敵のヒットポイント4800残ってて、普通に攻撃を受けましたね。なので次のターン攻撃するときには、おそらく敵は防御してくると思うので、防御してる敵をね、削っていきましょう。ライフルを当てて回避か。55%。ちょっと厳しいかな。グレネードランチャーは 49%。同じ、大して変わらない回避率だったら、攻撃量の高いランチャーを当てていきます。まあ、かわされる可能性というか、かわされましたけどね、今回ね。かわされちゃうと戻られちゃうんで、ここでなんとか仕留めたい。ん、かわしてくるね。3回目の攻撃でジェガンのランチャー、グレネードランチャーを当てて、ギラ動画を1機仕留めました。残りギラ動画が2ですね。
レベルが上がってレベル2になりました。まあ、このジェガンを一つレベルアップする優先順位の高いモビルスーツというふうに覚えておきましょう。まあ、分散させるよりも一機のモビルスーツにね、経験値積ませた方がクラスチェンジ、レベルアップはもちろんしやすくなるので、そこはね、できるだけ、今攻撃を当てた、ジェガンがね、最後の攻撃で敵モビルスーツ、敵ユニットを仕留められるように計らっていきたいと思います。このジェガンはもう持たないな。次攻撃を受けて多分やられちゃうんじゃないかな。まあ一応ダメ元で回避していきましょう。もう防御してもどうにかなる数字ではないので、回避をして、まあ、回避できたらラッキー。まあそういう感じかな。おお、回避した。まあ一回でも回避してくれれば敵の攻撃回数を一回減らせるんで、それはそれで本当にありがたいですね。ここはギラ動画の BMAX の攻撃を受けてジェガン一気失っています。ではここからはですね、ラーチャーターの砲撃も加えつつ、敵のねギラ動画2機、そして最後にダブデを撃破という段取りを組んでいきます。幻想ミサイルランチャー、これを当てても多分死なないと思うんで、ギラ動画さすがにこれを一発当ててダメージを与えた後にジェガンで攻撃を加えていきましょう。はい、ギラ動画2機目撃破です。このジェガンはさっき、ギラ動画を倒した同じジェガンですね。なのでこれでレベルがどうだ、だいぶ上がったぞ。レベルがエースになった。ジェガンがエースになってクラスチェンジするときは何だろう、リガズイとかになるのかな。まあ、だったら嬉しいかな。リガズイになってくれれば一気にパワーアップしますよね。そしたら次は違うジェガンで、ギラ動画とあと最後ダブで、仕留めていきましょう。これでまたレベルアップできれば、エースに育つジェガンが2機になるので、クラスチェンジがね、仮に、まあ、2種類に分かれた場合には2種類にできますし、まあ、1種類だったとしてもですね、強力なモビルスーツが2機手に入るということにもなろうかと思いますので、同じユニットにしっかりと攻撃を当てて仕留めてもらうようにしましょう。でエースになったジェガンが撃破されてしまうと、まあ、それはそれで何のために頑張ったんだという話にもなるので、まあそこはね、撃破されないように気をつけましょう。はい、別のギラ動画を別のジェガンで、攻撃当てた形ですね。これでレベルがまた2まで上がるんじゃないかな。レベルが2まで上がってくれたら、この後はダブデを仕留めてレベル3になってもらいましょう。なのでラーチャーターも前に出します。ここからはダブデとラーチャーターで殴り合ってもらって、最後の一撃をジェガンで決めてもらえればいいかなと思います。今まあ、別のうお危なすんごい削られたな。初代ギレンの野望セガサターン版でね、ダブで使ってるんですけど、まあ、なかなか拠点防御には向いてるユニットですけどね、こういう形で SD ガンダムジェネレーションでは切り込んできましたね。これ絶対に撃破されたくないレベル2に上がったジェガンなんで、一度ラーチャターに戻して回復させましょう。と同時に敵逃がしたくないというのもあるので近づいちゃいます。で近接攻撃でじわじわと削っていきましょう。ダブで反撃、多分レンジ1のものは持っていなさそうなので、ここでね近づいていって、まあ、敵の攻撃を受けずに一方的に殴るっていうね、ちょっとそういう状況が作れればいいかなと。はい、こんな形でダブデを取り込みました。これでもうダブデ逃げることもできないし、攻撃することもできないっていうね、そういう状態に追い込んでいます。ここからはじわじわと敵を殴り殺しにして、目的であるジェガンのねレベルアップに励みましょう。
ではこのレベルが上がっているこのジェガンを使って最後ダブデを撃沈していきます。これでレベルがエースまで上がってくれれば一番ね求めていた結果になりますけど、ダブデがどれぐらい経験値持ってるかによりますね。ダブデを撃沈、レベルは2つ上がりましたね。これでレベルエースになったので次のステージでクラスチェンジができるかなというふうに思います。はい、ではね、新しく逆襲のシャア編スタートということで SD ガンダムジェネレーション最後の、作品になりますけども、このままね、プレイの方を続けてやっていきたいと思いますので、皆さんのね応援よろしくお願いしたいと思います。今回はじゃあここまでにさせていただきます。